皆さん、お元気ですか？よいしょ、カカジーです。あ、今日はこちらね、カカジーはなんと今年から市民農園デビューしました。2年間の契約なので、2年間いろいろお届けできるんじゃないかなと思いますぞ。まあそんな中でね、先日初めて耕して、でダイソーさんの黒マルチビニールフィルムだね、貼ったのよ。で確かこれの押さえ方って、畑の土を端っこのっけて押さえたら、見事その後の強風祭りでどっかに吹っ飛んでっちゃいました。で同じく借りている、他の市民農園借りてる方が目撃したらしくって、その後私が畑に行ったら、うわー、この前ちゃんとこれ押さえなかったでしょみたいな怒られちゃいました。はい、ってことで調べたら、土をマルチの端っこに盛る前に何箇所かピンで止めなきゃいけないんだわさ。これ調べてなかったんだよね。あー、見切れ発車良くないね。ってことで改めてマルチを張り直そうと思うにあたって、ピン押さえを用意しなきゃいけないんだけども、まあダイソーさんだったかな、セリアさん、ダイソーさんかな、売ってはいたんだけど100円で4つ入りとかで、割高っちゃ割高なんだよね。使う量を考えたら結構コストがかかるってことで、やっぱり数がいるなーって思ったところで、ホームセン行ったらピンの形状を見て、あれ、これちょっと待って、針金ハンガーで作れねーと思って、とりあえず作ってみました。したら、あ、いけそうってことで、最後の2個作るのを動画で残しとこうかなって思ってね、シート押さえ高いなって思った方は真似していただいたらいいかなっていう。これでも強風で耐えられるかどうかはまだちょっとテストしてないんでわかんないけども、以上お届けしようかなと思います。はい、ということで前置きはこの辺にして本編に行きましょう。長いな話。はい、まずは針金ハンガーの前に完成品がもうこれだけできてます。7×2×14×14もできてる。使ったハンガーはこちら、セリアさんのワイヤーハンガー、黒が目立たなくていいなと思って黒ハンガー買っちゃったんだけど、色付きの方が後の撤収の時に撤収漏れがないのでいいですよっていう話も聞いたので、カラータイプの方がいいかもしれないで、カラータイプの方が本数多かったりするんで、そっちを買っとけばよかったかなって思うので、真似される方はその辺もご参考にということで、はい、セリアさんでした。まあこれワイヤーハンガーならね、大体の100均で売ってるんで。はい、それからエキゾテラさんのリクガメの栄養バランスフードってことで、これ何すんのっていう、まあでもなくても全然大丈夫、使うのは瓶の方です。それから、はい、ニッパーからのプライヤーからの定規、これ巻き尺とかでもいいんじゃないかなって思います。長さが測れればいいです。ただし長めがいいです。ってことで作業に移りますぞ。まずはこのハンガーを解体ですわ。1本の棒にするのですよ。でこうまずフック部分からまっすぐにするじゃん。こういったらこれをよいしょねじってくっつけてるんで、このねじりを逆回転してよっ、ねじりを解放すると、はい、ばらけますね。ばらけたらこれ大事ですよ。そんなでもないか、ひん曲がってるやつらをまっすぐにしていきます。よっよっ、ちょっとこうカメラで撮影しながらだとさ、体からこのワイヤーハンガーが離れるから作業しづらいね。結構体に密着させて作業するとこういう成形作業が楽になるかと思います。片方がまっすぐに、だいたいね、だいたいでいいです。はい、したらこっちのビューンっていって、ここの肩が乗っかるとこだね、服のね、ここも、はい、1箇所、それからこっち2箇所ってやると、だいたいほら、はい、ほいったら三脚がはい、1箇所2箇所でほら、だいたいまっすぐ、だいたいいいです。でラストの反対側のフック部分だね、こっちは寄ったところから短いね、よっよっ、まだこんな
クランク状になってるからまっすぐに、はい、これでビューンとだいたいまっすぐの1本になりましたぞ。さあここから定規、セリアさんのこのワイヤーハンガーだと1本で2つ作れます。真ん中でね切りたいんだな。で1本目の時にこれをほらグニーンってやって、端と端を合わせてグニーンってやって真ん中を出せば真半分の長さが出るよね。それを測っといて2本目以降は定規で測って切っていけば曲げたり伸ばしたりの作業がいらないね。でこれは53センチで切るとちょうど真ん中辺です。ってことで端っこから、はい、30センチからのあと23センチだね。よいしょ、20、ここだよ、はい、大体でいいです。大体で、まあ、多少ばらついたってねそんなに体勢は変わらないんで、はい、23センチでせーのバツンと切ると、はい、ギューンね、ほら大体同じぐらいの長さになりました。さあそれからここからですよ。ここから成形していきます。参考商品はこちら、こんな感じに作ります。はい、でほらこのフック部分のさグニグニって寄ってたところ、これは刺す方にします。土が引っかかって抜けにくくなるんじゃねえかなっていう、そんな狙い。これ完成品のイメージ図です。ということで使うのはこうなって、これ寄れてる方は支柱部分なんで、反対側のまっすぐな方をこの円形処理をしていきます。これは手でもいいんだけど、とりあえずの第一段階の目安としてこういう丸い瓶とかでよいしょってやりづらい、ということで2本目は瓶使わないでやってみましょう。まあなんとなく丸くなったね。で下ギューッと、であんまりこうギューッてやるとこう一箇所だけほらこうやって折れちゃうから、まあなんとなくギューッとこうこうまんべんなくまんべんなく折っていく感じで曲げていくと大体な、ほら大体な円になったよね。したらこっちか、こうです。ここからですよ。このほらこのグニグニって寄ってく処理、これ方向間違えるとこううまく作れないんで、これ間違えないでください。長い方が上、短い方が下です。わかるよ、ほらこんな感じ。ちょっともうちょっともうもうそっとこう長い方グニって丸くして曲げて、はい、えい、こんぐらい重なってるでいいかな。はい、これで短い方が下から上に外側を通って内側に抜くです。こうです。あ、いいですね、いいですね、いいですよ。したら飛び出す部分がこれぐらい、これぐらい飛び出したら、あ、ちょっと待って、これぐらい飛び出したらプライヤーを使ってここの飛び出した部分をまず、よいしょ、こうです。ほら外側に曲げます。こういったらこの飛び出た曲げた部分を内側に、こうです、そうです。そしたらさらにここよりちょっと先側に移動して、さらにグッてやるとこんな感じで、はい、曲がります。ちょっとこれ内側入っちゃったんで修正します。こんな感じ、はい、こんな感じで、はい、そしたらよいしょ、これちょっと今回ね長かったかな。そしたらよいしょって、ほら折り込んできます、中に、外から中に、で最後はこの丸くなってるこの外側のこの線とこの先端の線を一緒にプライヤーで挟み込んでよいしょってやると、ほらねじれました、ねじれましたね。さあここから仕上げですよ。こうなってますよね。これを この長い辺をよいしょこなしょってほらさらにねじり込みます。したらこれぐらいねじれてますね。そうするとあらほ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 ら見た感じになった、オッケー。そしたらちょっとこうこのグニグニってなっちゃったのを整えて、だいたいまっすぐにしたらこうこうです。はい、なんとなくでいいです。そしたら今度プライヤーでここから端から
真ん中だとだいたいこの辺なんだけど、それよりちょっと手前側、手前側で、よいしょ、はい、さらに、よいしょ、これぐらいです。これぐらい曲げます。そうすると Z、 Z 型になったら、まあこの辺持って、ここか、ここを支点ですね、ここを曲げていきます。よーって、こんな感じ、よーってギューってやると、はい、で、あとはちょっとこうね、グニーンって曲げたりとかして、整えます、整えます。よし、はい、そしたら、あとここのリング状のところをね、まあなるべくグニグニ、あんまりこの水平の部分がグニグニしてると綺麗にシートが抑えられないと思うので、ここまあだいたいこんな感じで、ってことで、はい、完成しました。はい、参考品と比べてもだいたい似たような感じ、いいですね、はい、良いと思います。ではもう一回、はい、ラストの1個を作っていきますよ。はい、いいですね、はい、ラストの1個はちょっとさっきよりも見やすい感じで、これは土に埋まる部分です。こっちのストレートの方を曲げていきます。こうね、こう持ってグーンってこう、こうちょ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 っと1箇所を曲げるんじゃなくて、こう 何箇所もこうちょっとずつ曲げていくことで、だいたい綺麗な円が作れると思います。はい、こうやってやればさっきのような瓶を使わなくてもいけるんじゃないのっていう、はい、この時にもうこうやってこれを短い辺を下側にして曲げていったら、次の作業がスムーズですね。よいしょ、あ、サイズ的にもいいんじゃなかろうか、ちょっと重なるぐらいまで一旦曲げちゃいます。そしたらこれを下から外を通って短い辺を内に、よいしょって盛り込んでちょっと出します。そしたらこれを一旦グイッて外に曲げます。曲げたこの辺を、よ、今度は中に向かって、よいしょ、中に向かって、お、いいですね、はい、いいですね。したら最後はこの短い辺とリングの部分を両方挟み込んじゃって、いや、よいしょ、はい、ってやると綺麗にこう曲がり込めましたね、いいですね。そしたらこの長い辺を今度上ですね、これ上に出てる側にして、よいしょってこう上にしっかり曲げ込みます。そうするとそっから曲げ込んだらぐるっと一回転、半回転、半回転か、こっちからこうだから半回転したら、ほら原型ができました。あ、ちょっとこれ甘くなってるね、ほら浮いてるね。こういう時はもう一回プライヤーで、よいしょ、これでしょってやると、ほらほら完璧、完璧か。そしたら今度これをよいしょ潰して、こうですね、ここからこの辺、まあ、真ん中ぐらいでもいいのかな、真ん中ぐらいで、はい、よいしょからの、よっ、ちょっと今回リング大きめだったかな、 OK、 はい、はい、こんな感じで、これあのここがど真ん中になるのは多分一番いいんだけどね、あのあんまりこう逆に真ん中より奥になっちゃうと、この地中部の長さが短くなっちゃうのよ。ここはね、長く取りたいの、抜けないようにってことで、まあ真ん中よりちょっと手前ぐらいの感じで作った方が長さが取れるんでいいかなって思って、この形に収まりました。よっ、はい、こういう飛び出るような感じだね。ここをつまみにしてザクッと刺したら、ズブズブズブ、よいしょっつって、ほらほら、クッカクッカって、こうほら、きっちりきっちり止められるんじゃないのっていう狙いです。まあ、既製品もこういう作りになってたんでね。そしたらこれはこうリングの中にこの棒を刺していくとほら、刺していくとドンと、ほら、コンパクトになる、いいね、素晴らしいっす。ってことで完成でございます。よいしょ、
はい、ということでね、最後の2本がこうやってできました。いい感じで記録が取れたんじゃないかなと思います。これなんか見て参考にしてねっていうより、アタス自身の次また作るときにあれどういう手順だったっけっていうのを思い出すための参考用の記録映像でございます。まあそれでついでにアップロードして他の方にも共有できたら嬉しいかなっていう感じで、はいはい、ではではここにねマルチを張ってさっき作ったピンを使っていきますよ。まずはマルチを張る前にこうやって土を水で湿らせます。ビニールシートを張っちゃうからね、カラカラの土のまんまビニールシート張っちゃうとカラカラなまんまなんで、しっかりと湿らせていきますよ。はい、ってことでね、こんな感じで湿らせました。はい、続きましては整地していきます。使うのはこれ、冷気と言いますよ。これで表面を平らにしていきます。はい、こんな感じで上の面を平らに、それから横の面もねちょっとやって、ほいったらこちらトンとダイソーさんで買い直してきた20メートルのシート330円、お得です。でもってこちらトンと、自作したピンですぞ。うまいこと聞くかな。はい、取り出して1本2本何本使うかな、適当に使おうか。はい、ってことでやっていきましょう。まずはシートを端っこから置いてきますよ。はい、こんな感じで、したらこれだ、ピンを、自作ピンをザクッと、どうどう、いい感じじゃないの、しっかり止まってるんじゃないのこれ。はい、反対側もこうやってザクッと差し込みやすく、固定もいいんじゃない、いいんじゃないの、いけてるんじゃないので、真ん中もね、両サイドはねちょっと多めに止めておいた方がね安全だね。お、綺麗に止まってるじゃないこれ。崩れる様子もなし。さあシートを広げていきますよ。はい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 、と広げたら、じょうろで仮押さえ、押さえている間にピンで本止めですわ。結構ほら風吹いてるよね。でここでマルチを折り込んで厚みを出したところに刺したらより止まりがいいんじゃねと思ったら、案の定ほらピンピンに止まって緩む気配ナッシングですよ。これ大成功。ほい、いい音してるね、ピュって。完璧じゃないのこれ。はい、で一番端っこかな、端っこですにゃ。はい、背中で隠れておりまする、プスッと。はい、置いたら端っこを切ってしまいますぞ。はい、ちょくちょく切って、あ、ちょっと待って、ちょっとこれ見えちゃいけないやつじゃないのこれ、モザイクかけなきゃ。はい、あんなパンツを履いてました。そしたら端っこをピンでしっかりと押さえますよ。まずは反対側の角だね、ちょっと折り込んで抵抗を強めて、プスッとキュッと。あー、いいですね、綺麗に止まってますね。はい、真ん中も、端っこの真ん中ちょっとね固定しやすく土で一旦止めてからだけでいいの、あれ真ん中やんないの、真ん中やんないの、あ、やんないんだ。向こう側はねスタート地点なんで真ん中もやったんだけど、こっち側はいいかなみたいな。これちょっと理由があって、風の吹く向きが奥から手前なんだなこの畑だから、奥側は強めに固定して、手前側はとりあえず止まってれば大丈夫かなみたいな感じで判断しました。これで一通り OK かにゃ。あ、やり直してるね、これちょっとまた折り込み直すんでしょ。ほら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 、ね、最初1枚だけプスってやったんだけど、数枚折り返して抵抗を強めて改めてプスってねやり直してますよ。はい、
反対側も折り込み直してプスリといきますぞ。はい、プス。あ、いい音聞こえたね。ギュッと、あ、崩れた。さあ間もね、刺していこうと思いますよ。ちょっと風が出てきたね。おっ、ちょっと、これクワじゃないの？倒れてきたね。危ないね。倒しておいとかないとちょっと危ないぐらい風が強かったね、この時ね。はい、プスッと、ギュギュッと。あとはもう一箇所、ここはまた反対側だね。反対側もプスッと。うん、いいね。やっぱりね、あのねじりの場所ね、あれが抵抗がかかって固定力が高かったね。大正解。はい、あ、冷気だったね、倒れてきたもんね。はい、でこれで終わり。手前の間はいいの、カカジ、いいの？なんか水撒いてたけど。ああ、なるほどなるほど、そうかそうか、アングルを変えてね、ちゃんとね、こうアップでね、分かりやすく見せていこうってやつだね。最後の2本はこのアングルで、はい、こうやって折り込んで分厚くして、あ、もう一回見せ直してるね。はい、そこにプスッと、でギュギュッと、で最後はあのつまみを持ってギュッてやると、はい、土をギュッてちょっと圧力かけて上げて、はい、止まりました。素晴らしいっす。オッケー。そしたら反対側もだ。はい、これラストかにゃん。はい、折り込んでプスッ。でこっち側さ、おネギの掘りを掘っちゃってるから土をかぶせられないので、ピン頼みでございます。はい、オッケー、全部ピンを刺し終わりました。置いたら土をかぶせていきましょうって感じ。まあ端っこをね、軽く止める感じだね。いよいよ植え付けとなります。ここに植えるのはいちごちゃん。今日はね、エンジェル 8AE ちゃんを2株持ってきました。とりあえずね、試しっていう感じで、はい、こんな感じで1決めをしますよ。で、どのみち今後ね、防鳥ネットを張るので、この U 字の支柱を先にブスッとね、これでまた黒マルチシートが強力に固定されるんじゃないでしょうか。さあ今は穴を開ける周辺を軽くきれいにしてるね。さあそこにマルチのところに移植ゴテでプスッと穴を開けますぞ。どこだ、そこか、そこだ、ブスッと。さあマルチに初の穴が開きました。風の音がやばい、風の音がやばいですぞ。さあ穴を広げて、広げた穴の下の土を掘り出しますぞ。植え付ける分の、お、もうなんか手でいっちゃえみたいな感じになってる。穴がちっちゃかったんだね。さあ土を掘り出します。掘り出して、さあプレステラ90からうまく引き抜けるのか。やっぱり硬い。よいしょ、はい、トン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 、出てきた。あ、いい感じで根鉢回ってますな。お、店に来たね。そう、ほらこんな感じで、うん、サークリングもほどほどな感じ。はい、いよいよ挿入の儀取り行っておりますぞ。さあそしたらこれ土どうすんの。ちょっとだけね、隙間ができてるから、そこに土を入れなきゃいけないんだけども、まあ掘り出した土を適当に入れる感じでいいのかなと思ったら、どう、あ、なんか横から持ってきた。どこから土持ってきてんの。はい、まあ初めてのことなんでね、手探りだよね。こんな感じかなみたいな、エンジェルちゃん育っておくれみたいな。はい、もう一個も植え付けてきますよ。
はい、なんとか2株植え付けが完了しましたね。 OKOK。 で、この2株のところにお水をやって、えい、えい、いいですね。 OK、 育っておくれ。置いたら U 字支柱をとりあえずね、等間隔でぶっ刺していきますよ。これもやっぱりマルチシートにね、刺す感じにして、よりマルチの固定を高める感じだね。ほら、いい感じで刺さってます。えい、3本目。はい、4本目。この U 字支柱を刺すのもね、深すぎると中の高さ出なくなっちゃうし、浅すぎたら風で倒れたりとかしちゃいそうだしねっていうところで、程よい高さに差し込みます。 OK、 いいでしょう。ほーら、ひん曲がってる。さあ、あとは全体に水をまいて、この日の作業は完了かな。はい、何遍もね、水を補充して、撒いちゃ補充してって感じで、いやー、ホースでぶわっと撒いたらめっちゃ楽なんだけどね。いやー、やっとね、畑らしくなってきたね。さあさあ、ということでね、ピンの実力はいい感じじゃないの。安価でね、素晴らしいのができたと思います。皆様もぜひお試しください。ということで、エンディングに参りましょうか。メーカーつぶしのマルチングシート押さえを自作で100均のある割合ワイヤーで作ってみました。はい、シークンド極めましょうね。そう、カカジーは植物もシークンド。うーん、です。さよなら、お元気で。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。